じゃんけんぽん。とらわれの館コメント返信コーナーと言いたいところですが、わざわざ動画の中で返信するほどのコメントがないのでやりません。さて、わあ、びっくりした。こんな感じなんじゃ、この立ち絵。二頭身の立ち絵って、こうでは、上ではこんな感じの見た目しとんじゃ。あ、これ説明出てくるんじゃ。いつもネガティブなことばかりを言っており、また、重度の引っこもりである。そんな彼女がここを許すのは、ペットのガブリエルのみ。とても寂しい日常を過ごしているに違いない。ちょっと偏見入ってるわ。いや、もしかしたらネットの世界では、ネットの世界ではパリピーなタイプなかもしれないの。親ってリアルじゃ陰キャキャラやけど、陰キャキャラやけど、ネットじゃこんな感じでパリピーな感じがしてる。へぇ、楽しいでーす。ネットでの生活楽しいでーすって感じしてますけどね。あら、もう王子様を連れてきたの？今探してます。そう、早く連れてこないと。殺すからね、やめてください。その表情変えられるギガラッと変えるのやめてください。あなた演劇部にどうですか。あなた演劇役者としての道見出せますよ、あなた。しかもすごいぐちゃぐちゃうねうねってなってるし。これはローレが大事にしている植物だ。どれがガブリエルちゃんだ。どれがだ。どれがガブリエルちゃんだ。私でも丸飲みされそうなぐらい大きい。お、好きな殺し方イコールガブリエルに焦がせるかもしれないな。私なんて生まれてこなければよかった。ハランはブツブツとネガティブなことをつぶやいている。で、ハナが言うたん今。謎のハナのセリフみたいになったのよ、これは。この人の部屋ってどこにあったんだろう。うわあ、危ない。このイバラは踏まないようにしなきゃ。踏んだら絶対に大怪我するよね。そうなんじゃ。こんなものもあるのね。いや、これなんか逃げる要素があるよって言われてるような気がする。うわ、これってカミソリ？やめて。ヤンデレな女子だと思っていたけど、ここまでとは思わないよ。それに血がついてる。一体何で使ったものなんだろう。察しはついている。この写真なんだろう。たくさんの子供たちが写っているみたいだけど、でも一人だけぐちゃぐちゃに縫いつぶされてるみたい。ローリーがやったのかな。はあ、そんなことはいいんじゃ。とりあえずあれよ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 、カツラが欲しいのよ。カツラが欲しいのよ。こっち帰ってるんか。ここ倉庫だったんじゃ。で、倉庫の奥の、あかんかったところって、ここに部屋があったんじゃ。あ、そうだったんじゃ。引きこもりって言いよったけどさ、もうこんながっちり止められとった感じだったんじゃ。牢獄この前、あれ、モロコに連れられてきたところやもんな。なるほど。お姉さんの部屋、ここだったんじゃ。地下に部屋があるってどんだけ追い込んでるんだ、家族。他の家族。おお、何してんの、お前ら。ヒック、また飲んでるわ、この人。ああ、なんかいつも酔った状態で出てくる気がするんだけど、気のせいかな。また酔っ払ってる。ちょっとおかしなことを聞いてもいいですか？なんだ？金髪のカツラとかってないですよね。ああ、金髪だ？さあ、ではローリエに頼まれたな。なんでわかるんだ。はい。絵本の王子だろ。あいつはもう小さい頃からずっと言ってんだよ。そうなんですね。おお、お母さんとしてちゃんと娘のことをちゃんと見とんやな。金髪のカツラか。そんなあったっけな。覚えてません。ダメだ、完全に酔っ払ってる。わあ、でもこういう人割と嫌いじゃないな。これ以上話をしても無駄そう。一緒に酒交わしたいな。リーグルは猫を撫でている。今話しかけても大丈夫かな。あっち行ってろって言われそうな気がする、リーグルの性格上。なんだ。えっと
これなんて聞けばいいのかな。と突然なんですけど、金髪のカツラとか見たことないですか。金髪のカツラ、そんなものを探してどうする気だ。それはかぶる以外の用途あるんですか。わかったぞ、あいつだな。え、どうせロウリュに頼まれた家族に認知されてる。金髪の王子様のことを家族に認知されてるな家族認知度 100% らしいわ家族認知度 100% なんだそれを。ローリーはいつも運命の王子様とか空想の話ばかりしている。この世界で運命の人なんているわけないのにな。とにかくあいつには目を覚ませてもらわないと困る。あいつもいい大人なんだし。はあ。ところであなたたち何歳なんですか。プロフィールハテナって感じで埋められてるんです。何歳なんですか。非公開ですよね、あなたたち。結局金髪のカツラについて何も聞けなかった。他の人にも聞いてみようかな。てか部屋入ればいい。俺確かなんかリーレーさん、リーレーってちゃうな、リーレーじゃないもんなぜリーレー出てきた。俺リーサさんの部屋にあったと思うやけどな。もう誰かね。おお、お前罰受けてるわっ。ジャム何してるの。うわー、なんだ君か。いや、掃除中にバケツの水をこぼしちゃってね。そう大変だねあ、こいつのことはいいや。それよりもリーサさんの部屋じゃ。お前ここにあった気がするよな。なんかここだったっけなって感じやけど、ほら来た。俺これよ。あ、これって金髪のカツラ。これがハル君の言ってたカツラだ。ちょうどよかった。思っとった通りじゃ。このカツラを借りていこうって言ってさ、手を伸ば、カツラ取った瞬間、おいって言われそうな気がするよな、こいつに。やめて。そんないかにもな感じでやめて。クリック、スペース連打、怖いって。それ怖いって。それマジコア 100% じゃん、お前。マジコア 100% なんですけど。音もリアリティあるし、グイーとか。あ、取れんのじゃ。このカツラ。全然取れない。何かでくっついてるのかな。もう少し引っ張ってみよう。うわ、ちょっと顔がちょっと歪んできてるよ。ダメだ、全然取れない。いや気づけや、顔変わっとること気づけや。お前焦り始めてるぞこの顔が。もっと強く引っ張ってみよう。やめろ、さらなる負荷をかけ始める。痛い。腕の髪を引っ張るんじゃない。わー、マネキンが喋った。いや、これまでさ、喋らない、本来喋らないものが喋り始めたりするからさそんなことよくあったからさ、今更驚かんでもいいだろう。もう慣れっこだろうが。そうするお前、あんたわしの髪を奪うつもり。それだけは絶対に許さない。これは私の大事な髪なんだから。なんかやばそう。わしの髪を奪おうとするやつは殺してやる。わー、早く逃げなきゃ。おっそと思ったらすぐ早くなってくれ。あーマイガッチョ。もういいんじゃいや、思ったように逃げんかったな。はあ、どうやら部屋の外までは持ってこないみたいね。それにしてもびっくりした。あのマネキン一体何だったの。私がカツラを取ろうとしたらすごく怒ってた。いやさそりゃあ励みられたくないんだから怒るでしょって感じやけど、マネキンだからな相手はでもあのカツラをなんとか手に入れないと。何か方法はないかな。方法ってなんだろお前。あのカツラにこだわる必要があるのかって感じではあるけど。ああ、何こっちも動く。てかこいつもハゲになってるこいつの頭ピカンって光ってるハゲ強調せんでいい、ああ確かに喋れそうやな。こうなってきたら喋れそうな気がするな。ふふふ、私に何か用。うわー、やっぱり喋った。そ
そんなに驚くことないでしょ。確かに、もうこんなここまでさ、喋るものがバンバン出てきたらさ、そろそろ慣れてきてほしいな、ミサちゃんにも。あ、喋ったぐらいになるんかな、後半的に。次の章あたりからさ、あ、喋ったみたいな感じになるんだろうが、反応を押すって。そういえば、あなた、さっきあのマネキンからカツラを取ろうとしたでしょ。え、実は、あのカツラね、元は私のなの。だけど、あのマネキンに奪われてしまった。だから私、カツラを取り返したいの。そうなんですね。うわぁ、どうでもいい。もしあなたがあいつからカツラを取り返してくれるなら、少しの間貸してあげてもいいわ。本当？ええ。でも、無理やり取ろうとしてもダメよ。じゃあ、どうすれば？あいつはヘビが嫌いなの。あいつにヘビを見せればパニックを起こすに違いないわ。わかりました。やってみます。ヘビか、どっかにいたかな。よっしゃ、ヒントくれた。このマネキンはいいやつじゃん、お前。待っとけよ、お前。おい。神を横さんからどうなるか分かっとんな。お前の苦手なヘビ出してやるからな、お前。ヘビといえばですね、モロフォが通ったね、確か。モロフォの部屋はこっち。待てよ、ちょっと見よう。あ、お父さん、このところだよ、お前。なかなか出てこんかなと思ったら、ようやく出てきたな。気になってちょっと喋りかけてしまった。ん？どうかしましたか？ちょっと変なことを聞くんですけど、ヘビってどこにいるか知りませんか？ヘビ？どうしてヘビなんか探しているのかな？その、ヘビって可愛いじゃないですか。ヘビ、めっちゃ好きなんですよ。の見てると、ニョロニョロって歩く姿が可愛らしいと思うんですよね。さてはお客様、ヘビが食べたいのですか？食べる？違います。こりゃ失礼、違ったんですね。はっはっは、ジョークです、ジョーク。だが、食べる以外でヘビを探してるなんて珍しいお金ですな。日本では食べる用途でヘビを探す人も珍しいんですよね。ここ日本じゃないんかな。ミサちゃん、ミサって名前やけんさ、日本人かなと思ったんですけど、違うんですかね。ただ、中庭にいたヘビはすべて食い尽くしてしまったからね。大好物なの。あんたヘビ大好物なの。どこにいるかわからないな。そうですか。ユーモアあるお方だよ。こういう人が世界を引っ張っていったら、どんなに世界が平和になることだろうか。ならないんだ、多分。ここ。そうそう、モロフォが帰ってるのよ。あ、こんなところにヘビが。え、持っていていいんじゃ。もうさらって持っていていいんじゃ、お前。よし、これをあのマネキンに見せれば。そして私はリュウサの部屋に向かった。お、自動的に動いてくれた。はっはっはっは、ヘビを持ってきちゃったのだ。持ってきちゃったのだ。こんな顔していられるのは今のうちなのだ。マネキンは動く様子がない。さっき手に入れた蛇を使ってみよう。行ってこい、アナコンダ2号。1号どこ行ったんだろう。ギャーギャー、2回も言わんでいいよ。なんで2回言ったんだろうな。え、蛇カツラごと言っちゃった。カツラを落としていくとかそういう風じゃなくて、カツラごと言っちゃった。追いかけなあかんのか。あー、落としてる落としてる、よかった、落としてるわ。あー、よかった、カツラごと持っていたかと思った。やった、これで金髪のカツラが手に入った。さらっと落としていきやがった。マリオカートのバナナかってごとく落としていったわ。王子様の髪の色ともほとんど変わらない。よし、じゃあ次は赤のジャケットか。王子様のジャケットか。ということは男性のものだよね。
じゃあジャケットを持っていそうなのはリーグルかムールのどちらかかな。確かにこういうジャケットリーグル似合いそうな気がするよな。ファッションに疎いかもしれんけど調べてみよう。リーグル行ってみよう。多分リーグルじゃないかなって思うよな俺。行こい。あれ、なんでお前らリーグルの部屋おるんだ。なんでお前らリーグルの部屋おるん。何を話しているんだろう。あ、何か用か。別に。てか酔い冷めてますね。今秘密の話をしてるんだ。歌いだけにしてくれ。じゃあなんでリーグルの部屋来た。え、ここリーグルの部屋よな。中庭か。え、今リーグルって選んだのになんで中庭来たんだろう。全然バッチリこの二人のところ来ちゃったけど。じゃあリーグルの部屋。どっから出るんやっけこれ。ここか。ここやっけ。ここじゃ。なんで中庭来たん。なんでリーグルって選んで中庭来ちゃったん。わからんぞ、わしには。リーグルの部屋ってどこそもそも。どうしようかな。シャワー入ってるあいつ。お父さんシャワー入ってる。ちょっと気に、ちょっと気になる。シャワー入ってるお父さん気になるわ。ふんふんふん。ルームはシャワーを浴びようとして。バリバリ覗きだ。バリバリ覗いちゃったお父さん。しかお父さん服着た状態で入ってるの。話しかけない。いや、それ以前に入らない方がいいよねの状態じゃないよ、お前。ミサちゃん。もう話しかけない方がいいの前に入っちゃいけないところだよ。え、何？名前が書いてる。あ、そうかそうか、書いとったわ。そうじゃった。フラワーは外だけ。ちょっとシュールな光景やな、これ。あ、また怒られてる。また怒られてる。ジャム、いつまでそこを掃除してるんだ。ごめんなさい。早く夕食の準備をするよ。はい。たく、仕事が遅いんだから。ジェリーマムはかなり怒っているみたい。今、二人に話しかけるのはやめておこう。なあ、お前、やっぱりお前どんな気分な？思ったんやけどさ、もしかしてネローニがあのジャケット持ったりするパターンかな。なんもない。グータラコック。首は。ネローニの首は。ネローニってちゃんと名前書いとんやな。なんかさらっと飛ばしてもったけど、そんな感じの内容だったよね。まあいいや。お父さんの部屋にもしかしたらあるんじゃないかなっていう説が浮上。どうやったっけお父さんの部屋。そもそもお父さんの部屋ってあったっけ。ちょいちょい部屋ない家族がおるような気がするけど。書斎か。書斎がお父さんの部屋って考えればいいんか。つまり3階。怒られてるの予想に。あ、でもジャケットあるでこれ。色違うかもしれんけど。あ、ジャケットだ。白やな。あ、でも王子様白のイメージか。あ、白でいいんか。絵本は赤やったけどいいんかな。でも白のジャケットか。王子様が着てるのは赤いジャケットだよね。できたらこういうの赤色が欲しいんだけど。あ、だったらさ、食堂にあるトマトをたくさん持ってきて、そのトマトぶちまけて赤化してればいいんじゃないの。おやおや、それは芸術的なセンスですねってもしかしたらルームを言うかもしれんで。トマトで色をつけるんですか。はっはっはっは。舐めてるのですか。怒られそうだ。やめといた方がいいかもしれん。そんなに都合よく手に入らないよね。一応これも持っておこうかな。何かに使えるかもしれないし。何使うんだろう。だとしたら別に白でもいいような気がするんやけど。王子様ってなんかちょっと俺白いイメージがあるよね。みんなはどうでしょう。あ、これは前に読んだ。
これだよな。ジーン、とりあえず白いジャケットを見つけてきたんよ。ジャケットあったよ、ほら。おお、すごい。でも、でも色が白だな。あ、そっか、絵本の王子様は赤のジャケットだったよね。そうなの。あ、バックレた。さっき赤のジャケットだったよねって言おったのに、アメリカちゃん、ちょっとバックレた、お前。ごまかそうとしたら、白で妥協しようとしたら、お前、お前、ミサちゃん。よくないよ、そういうところ。どこかに赤いジャケットないかな。白ぼい出してくれ。白ぼい出してくれ。この白いジャケットを赤にする方法、白ぼい出してくれ。正直、ここあたりはないな。バグマ。そうだよね。くそ、白ぼい出してくれんか。これまで割とトントン拍子で進んでいっきょったのに、ここに来てちょっと詰まってきたな。けどさ、白いジャケットの使い方っていうか、白いジャケットを赤にする方法とか果たしてあるもんなんだろうかって感じだけど。あ、どうした、何してやん。わあ、だ倒れてんのこれ。ジャムおじさん、だ大丈夫。ジャム、どうしたの？誰にやられたの？あ、これケビを使おうとしてるんじゃないの？もしかしてトマト大作戦をさ、こういう使い方してんだよ。自分、トマトがたくさん置いてあるところに自分が倒れ込んで、トマトをブチャーってして血みたいに見せて、これで、やばい、ジャムが倒れてるぞって言うてさ、病院に搬送されるふりをして、ぬゆぎゅうとケビを使うという。悪いやっちゃな、ジャム、お前。すごく血が出てる。まさか死んでる。なんかちょっと半分当たったような感じがしてる気がする。なんか俺の予感が当たっていれば半分当たってるんじゃないかな。俺のよ、うわー、生きてた。だ大丈夫、何かあったの。だ大丈夫、ちょっと転んじゃって。でもかなり血が出てるよ。え、嘘。ああ、これね、これはトマトだよ。ニアピン賞でした。ニアピン賞ですわこれ。自分の意思で潰れたわけじゃないんやけど、確かにトマトでこうなってるというニアピン賞でした。はい、俺ニアピン賞入りました。トマト。お前はトマトか。ちょうどトマトを運んでてね、それで転んで粉になっちゃったんだ。うえ、ほんと最悪。そうだったんだ。あ、しまった、早くトマトをキッチンに持っていかないと、またテリーマムに怒られちゃう。じゃあね。お前一日で何回怒られれば気が済むんだ。行っちゃった。それにしてもジャムの服、本物の血みたいに真っ赤になっててびっくりした。やめて、そう言ったら本当にトマトで赤しようっていう発想にたどり着きそうな感じになってる。真っ赤。あ、そうだ、トマトを使えば。本当にトマト使うんか。お前、お主本当にトマト使うんか。それは無理じゃ、言っといて。それは無理じゃ、お前。白いジャケットにトマトで赤くするとか、そういう発想あるか、お前。ほん大量に必要とか、そういう問題じゃないか。そういう問題か。そんなにちゃんと赤なるか、お前。あとこっち進んでいったら、もしかしてチリーマムに怒られるジャムが見えるんで、怒られてないわ。よかった。よかったかな。ただ怒られてないだけでよかったって思っちゃったよ、お前。わ、グツグツ煮込みハンバーグができてるやん、お前。赤。これトマトスープかな、これ。あなた、今、夕飯の準備中なの。ここは戦場なのよ。ちょうど、ちょっと、どいててちょうだい。すみません。もう、戦うコックさんなんじゃん、お前。戦うコックさんなんじゃん、お前。ゼフじゃないんやけどさ、お前。サンジが元おった船の上じゃないんやけど、お前。どうだった。はぁ、あ。これ以上、ミスできないぞ。もう、チェリーマムに怒られるのは、ゴリゴリだ。頑張れ。これ、気になる。これはトマトスープだ。
これに白ジャケットを入れたら真っ赤に染まりそう。やめて。でもそんなことしたら隣におるチリ守り怒られて殴られて、みそちゃんの顔が真っ赤に染まりそうなんやけど。ほらー、つかかってきた。ほらつかかってきた。こら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 じゃない、こらこらやな。こら言い方的に勝手に料理触っちゃダメ。ごめんなさい。今忙しいんだから邪魔しないでちょうだい。ははい。チェリーマムがいたらトマトスープに近づけそうにない。どうしよう。どうにかしてチェリーマムを他のところに持っていく方法があるんやな。そうだ、これジャムが違う部屋でさ、なんかやらかしたらチェリーマムがそっちに行ってさ、どくんじゃねえ。ジャムにもう一回なんか天罰下らせよう。お前ジャムになんかやらかさせよう。お前ジャムなんかやらかさん。あ、機嫌悪いんじゃん。ほかどうして。いや多分ジャムがいろいろミスするけんじゃないかな。だと思うな俺も。君もさっき見たでしょ。次失敗したらまた説教だってさ。チェリーマムは本当にうるさいんだよね。え、そうだった、君と話してる場合じゃない。早くケーキを準備しなきゃ。わかりました、ケーキの準備でミスさせればいいんですね。わかりました。遠回しにそう言ってるように聞こえます。わかりました。あ、そうだ、いいこと思いついちゃった。やめろお前。お前のいいことって大体悪いことやけど、多分ミスにつながるだろうから、それは俺にとってもいいことかもしれないから放っておこう。なんで悪事に手を貸さないといけないのっていつもやったら思うやけど、ジャムがミスをすればマリテリーマムと一緒にどっか部屋で違う部屋で説教を受けるだろうから、俺にこうやって好都合だ。なんだ、何でもやってやるぞ。え、今ケーキの生地を焼いているんだ、後ろのかまどでね。おう、君にかまどの火加減を見ててほしいんだ。僕他にもやらないことあるからさ。いや私にもやることが。あと火加減をいじったらダメだからね。ケーキが焦げて失敗したら僕がチェリーマムに怒られるんだから。じゃあよろしくね。ちょっとわかりました、それ振りですね。押し付けられちゃった。ジャム、あ、これか、これだな。ミサちゃんもその発想に。かまどの火力を上げてケーキを焦がしてしまえばチェリーマムはジャムに大激怒するんじゃないかな。そうすればチェリーマムの注意をトマトスープからそらすことができるかも。ちょっとジャムには悪い気もするけど、早く赤のジャケットを手に入れないと私は殺されるんだ。そうだ。自分が知らないためにもジャムには犠牲になってもらうぞ。お前やるしかないよね。その結果ジャムが死ぬことになっても俺は知らんぞ。俺は、はははははは、はへへへへへへ、外れろジャム。私は手に入れた薪を全部かまどに入れた。燃えている、燃えているぞ。かまどの火はもっと強く燃え始めた。よし、これでしばらく待っていれば。わあ、炎上だ炎上だ。あ、だんだん焦げ臭い匂いがしてきた。これはケーキが焦げるじゃないの。ほらジャム。え、なに、ケーキが焦げてるじゃないか。うそ、お前はまだ失敗しやがってな。これは僕のせいじゃないや。わけわかんないことを言ってんだ。今度は許せないよ。やべえ逃げなくっちゃ。はははは。二人はキッチンから飛び出していった。ぽっちゃん、トマトスープと鍋に入れた。うわ、あかんなった、ほんまにあかんなったんやけど。よし、少しトマトの匂いがするけどなんとか赤く見える。
ジャケットだけでなくて、テリーマムの顔も真っ赤になったけどな。